おっさんみたいな。ケン、おはよう、おはよう。最近めっちゃプク顔する。癖なのかもしれない、プク顔が。なんかね、みんなコメントしてくれてて、メモ読めてるんやけどさ、なんと配信視聴人数まだ0人って表示されてる。まさかのパターンや。すごい、こっちの方が髪の毛が多い。指針？指針なのかもしれないよ。うまく通じ合ってるのかもしれない。きょっくんダメだったけど、あきらさん来てくれて本当めっちゃ嬉しい。エゼリ、やあ、めいちゃん、めいちゃんだよ。13人になった。あ、13人になった。よかった。よかった。なんかこの髪の毛がすごい独立してるんですけど。まあいいか。寝起きだし。しょうがない。だって見て、パジャマだもん、下。上だけかろうじて T シャツ着たけど、下パジャマだからね。ダンボのパジャマめっちゃ可愛くない？ダンボパジャマ。超可愛い。上は2年前ぐらい？去年か、1年前。いつだったか忘れたけど、その時に友達と弾丸でユニバ行った時に、お揃いできたやつ。あいまあるめいちゃん、はい、こんばんは。元気だよ、元気。めっちゃ元気だよ。スキピちゃん、こんばんめいちゃん。あ、みけんたん、こんばんめいちゃん。かわいいやろ、やろ。なぽすけ、めいちゃん、はい、こんばんは。ありがとう。ちょっと今日顔惜しいから、みんな半目で見て、見てね。癖すごくね、外したらもっとすごいから、髪がブワってなる。見て、ここほら、寝癖、寝起きなの。 DTR さん、こんばんね、こんばんね。しかも今日コンタクトも入れてないから超裸眼。顔面しないで、まばたきなしで見る。それはドライアイが心配になっちゃうよ。さあ、今日の配信なんですけども、まあ私がまだ今日朝からゆで卵1個しかご飯食べてなくてですね、お腹がすごい今ね、ダイエット中なんだけどね、見えるかな。めっちゃちょっとさすがに出すのはあれだから出さないけど、見えるかな、めっちゃ見える。こうしたらいけるかな。ほら、めっちゃぺちゃんこなんですよ今。いい感じに、すごい薄い。ここも 薄くなってきた。ウエストがほら、いい感じでしょ。そう、北九州に遠征が決まりました。バンデージャパンがね、目がいけるか分かんないんだけど、細すぎん、マジで。あ、でも今日ご飯食べてないからね、ゆで卵しか食べてないからだと思う。めっちゃ細い、本当。やったね、いいね、いいね。細すぎん、細すぎる、嘘、そんなことないよ。ウエスト大事にしてる、くびれをめっちゃ大事にしてます。そう、北九州決まりました、11月頭。あられちゃん、こんばんちゃん、んちゃん、こんばんは。ちょっと寝癖いっぱいだけど、あんま気にしないで、こういうとこピコってやって。そう、今ダイエット中なの。お腹ちょっと縦膝つけないと、お腹をね、どうしたら細くなるかなと思って、めっちゃこうやって今ウエストどれぐらいなんだろう。じゃあ、なんか骨格的にすごいくびれが出やすいんですよ、私。あばらが出てて、ここの腰骨も出てるから、なんかこっちだけやると分かるかな、くびれがあるんですよ。それだけが自慢で、その自慢を伸ばそうと思って、今お腹のお肉を除去する作業をしてる。そういうの最高です、最高です、ウケる。めいちゃん撮影したい衝動が、衝動、めっちゃ撮影してほしい。本当に暑い今日、ね、私の家が暑いんだと思うんですよね、これ。もっと食べや。そうで、食べようと思って、今日まだ何も食べてないからね、ある意味チョコレートと卵しか食べてないので、今日はもう3分経ったかな、カップヌードルを食べたいと思います。マイカップヌードルって知ってる、みんな。
あのカップヌードルミュージアムみたいなとこがあって、神奈川県にね、そこに初期面と呼ばれるメンバーで行ったんですよ。でその時に自分が書いたやつがこれなんですけど、テレレテテレテテレレテテレテテレレテレレテテレテで、メンバーのサインももらってこうやってでやってみたので、ちょっと食べていきたいなと思います。わ、もう結構立ってるからすごいかわいそうなことになってる。汁とかなくなってんだけど、どうしたら、あ、ほらこんな感じ。私があぐらをかいて配信してることがバレましたね。こういう感じです。見える？キムチとコーンとエビとこのひよこちゃんにしたの。なんか4つ選べて、具材をで、具材を4つ選べたからこの4つにしました。行きたいやつ、めっちゃ楽しかった。本当にリマがね、基本的案内してくれたんだけど、神奈川県の伝道師に神奈川を案内してもらうっていう、すごい贅沢ツアーをやりました。小倉なんでまだ行ったことないから行きたいけど、どうやって行こうかな。飛行機、新幹線。あぐらのスクショ完了。ちょっと待って、マジであぐらだ、おじさんみたい。ということで食べていきたいなと思います。いただきます。よ、なんかベースとなんか具材を4つ選べるんだけど、私はベースをカレー、うん、カレーだと思う。カレーにして、で具材をこのエビとこのひよこちゃん、ひよこちゃん見えるかな、見える、ひよこちゃん、ちょっとボケてるけど、とこの多分キムチとコーンにしました。うわ、すげえ。私カップラーメン食べないんですよね、実は。正直なことを言うとですね、カップラーメン食べないんですよ。どういうあれなのかが分かんない。どうやって食べるのこれ。小倉っていうの、小倉じゃないの、小倉やと思った。めっちゃ美味しそうな名前と思って。混ぜから独特。これ合ってる？じゃあ食べたいと思います。ちなみに豆腐と納豆もある。わあ、いただきます。熱そう。あけらさん、こんばんは。かわいいめいちゃん発見。わあ、見つかっちゃった。お疲れ様でした。ありがとう、来てくれて。混ぜから独特。こういうことしないの。ぬるちゃん、こんばん。カップラーメン、こんばん。カップラーメン、そう、カップミュージアム。クラモン、こんばんね。こんばんね。カップラーメン天変地異の前兆では、あ、ちょっとなんかね、ピリ辛って感じ。でも美味しいけど手が熱い。もう汁吸っちゃってるしね、これ。わあ、うん。でも美味しい。じゃあこのひよこちゃんを食べますね。このこんばんは、タルトラさん、こんばんは。ひよこちゃん食べます。うん、なんかかまぼこみたい。うん、かまぼこですね。キムチ、うん、本当にキムチ美味しい。これがエビ。なんか、うん、トウモロコシは安定。なんかうんとか言っちゃったけど、カップラーメンのエビってこんな感じなんだなって今ちょっと思った。トウモロコシめっちゃ美味しい。そう、落書き、これ自分でやったんだ。で、ひよこ食べちゃったよ。落書き自分でやりました。
どうやって食べるの？おいしい。でもおいしい、おいしい、おいしい。そう、超レアなカップヌードル。でもやっぱなくならないんだよな、どんだけ食べても。カレーのカップヌードルってこんな感じの辛さなんだ。実は、うん、麺を食べすすれるようになりました。今まですすれなかったの。でもある時をきっかけにすすれるなんて、きっかけは忘れてたけど、あきらさん来た、ワンマン誘って、あきらさんワンマンライブ来て、12日、これ2だ、あー12日、こっちか、12日、来てお腹いっぱいになってきた。こんな感じの麺です。はい、皆さん食べてください。空気感で食べて、空気感。でも行ったのね、本当にね、めっちゃ前やで。3月19日かいで、2019年の。もうだ、結構経ってるし、結構経ってる。そう、行った、あの近くのコスモパークみたいなところで、あのあれもやりました、ジェットコースター乗ったよ。まだヘタピーだった。これ正解は合ってるのかな。具一緒に食べれんくない、これ。で食べる。でも豆腐2丁食べるから今日、あと納豆。今から動くからね、今からダンスの練習するの。予約入れといて、なんとかするよ、獣さんにも言われて。ありがとう、あきらさん。美味しいよ、カップラーメン。リンちゃんお疲れ様、お久めたお久めたん。ザイのザイ、ザイ。リンちゃん12日ダメになっちゃったんだっけ。あ、そうだ、もう出張してるんだ。出張じゃない、なんだっけ、転勤。コスモワールドのジェットコースター、弟と一緒に乗って変な声出したって嫌な思いが。いや、楽しかった。でもあのジェットコースターすごい面白かった。うん、またライブと来れるときに来てね。やばい、お腹いっぱいになってきちゃった。お腹いっぱいになってきてた。ヒーみたいな悲しいの抜ける。ちょっとごめん、
え、もうジェットコースターあんま別に好きとかないんだけど、得意でもないし別に。でもね、なんかね、そういう友達とかといるときはジェットコースターとか乗りたくなっちゃう。今一番乗りたいアトラクションは USJ のフライングダイナソー。あれはちょっと乗ってみたい。乗り終わった後吐きそうだけど、うえーってうえーってなりそうだけど、ちょっと乗ってみたい。あのこうやって進むやつ、普通はこうやって座ってこうやって進むじゃん。でもフライングダイナソーはこうなんだって。頭がこうやってこうやって本当に飛んでるみたいな感じで飛べるんだって。それをやってみたいなっていう気持ちはあるけど、でも実際そこに行ったら多分ダメなんだろうなって思う。これ豆腐です。でこれ納豆です。豆腐と納豆は食べるようにしてるの、どんな時も。なぜならタンパク質だから。タンパク質を食べてる時が一番ダイエット痩せるんですよ。私タンパク質ダイエットが結構向いてて、タンパク質をめっちゃ取るっていうだけのダイエットなんですけど、あと水をめっちゃ飲むっていうダイエットなんですけど、結局めっちゃご飯食べちゃん食べるし、今日は食べてないけど、卵とチョコレートしか食べてないけど、でもそれでもなんだろう、うん、代謝が上がるからめちゃめちゃいいんだよね。個人的にはそのタンパク質ダイエットが一番なんだろう、20歳、21歳ぐらいの時に始めたやつなんだけど、初めてやったやつなんだけど、ボディメイクっていう授業があって、専門学校の時にね。でその時に教えてもらったやつだから、あのなんだろう、教えてもらったダイエット方法なんだけど、これは一番リバウンドしなくていいよって言われたから。で私運動はやってるから、これ以上運動するのもなと思って。走るの嫌いだし、予想外だ、なんか嘘じゃんって言われるんだけど、走るの嫌いなんですよ。あの疲れる感じがあんま好きくなくて、だからこれが一番いいのかなって思って、もうちょっと11月12日までにはもうちょっとシュッてしてられるように頑張る。頑張るよ。美味しいのって知ってる？嘘。何？どこのやつ？茨城？ダイエットしますとか言ってる人がカップラーメンを食べる配信。あと半分ぐらい。ちょっと頑張る。まあ一つ分かったのは、カレーとキムチは合わないね。根本的に。カイラちゃん、はじめまして、初見カイラマンです。初見じゃないけど、ヤッホー、タイ、こんばんは、ヤサラマイです。茨城の船納豆、何、わらに包まってるやつではないの？一回食べてみたいのは、あのわら納豆みたいな、わらにこうギュッてあるじゃん、こういうキュッみたいな、こうなっててピュッてなってるやつ、あれをちょっと食べてみたいなとは思う。一回だけでもいいかな、食べてみたいなと思う。うまい、うまい、マイマイミーマイみたいな感じ、うまいなって感じ。おいちおいちけど、お腹がいっぱいになってきた。どうじゃ、あと残り半分くらい。ひよこちゃんおいしいな。メンバーもメイがラーメン食べるって言うとびっくりするんですよね。え？みたいな。メイちゃんってラーメン食べれるの？みたいな言うんですけど、そこまで得意じゃないだけで意外と食べれる。かわいいだ。あ、カイトくんやほー。
ラーメン食べてるな。お腹いっぱいだ。どうしよう。塩分が濃いのかもしれない。エビの風味が何とも言えない。うまそう。本当に。おいしい。おいしいはおいしい。ただカレーとキムチが合わない。氷。みんなは今日一日何をして過ごしたんですか？私は今日朝8時とかそれぐらいに寝たから起きたのが14時ぐらい。だから6時間ぐらい寝て起きてワンマンライブの練習して寝て起きてみたいな感じ。観光納豆って何？え、納豆って常温でも大丈夫なの？観光納豆って何？納豆のなんかすごいやつ？アイちゃんこんばんざい、こんばんざい、ありがとう。イエイイエイイエイ。仕事でトラブル対応手伝って定時以降に自分の作業をやる地獄を味わった。え、それはやだ、大変だ。まあ私も昨日は残業みたいなもんでしたけど、で私の場合はね、好きでやってるからね、ちょっと楽しくなっちゃうんですよね、作業が。お腹いっぱいになっちゃった。ラーメン食べてるメイさんを見に来ました。本当にね、世界がひっくり返るラーメンを食べている安原というもの。お腹がいっぱいだけど、カップラーメン1個も食べられないになっちゃった。ふんふん。中身がもうあとちょっとになりました。やばい、汁がこぼれちゃう。マサル、ごめんね。好きでやる残業は問題ない、それはそう。観光納豆は観光客が買う納豆で地元の人は食べない。そうなの？そんな納豆があるの？え、もったいないね。観光の人が、あ、違いました、地元の人が。え、地元の人は何を食べてるの？じゃあ地元の人はそんなに納豆食べないの？そもそも。久しぶりに動くみーちゃん見た気がする。かわいい、ありがとう。今お腹が急に膨れました。うっぷすって感じ。これ何カロリーあるんだろう。やばそう、カロリー。カロリー書いてないし、カロリー書いてないっていうことはカロリーがゼロです。今カロリーゼロを食べてる。カップね、こういう感じなの。なんかオリジナルカップラーメンを作ろうっていうやつで作ったやつ、自分で。
食べてるんだけど、私にはどうも調合の才能がなかったみたいだ。トウモロコシが美味しい。藁に包んで作ってたらコストがいっぱいかかるから値段が高い。そうなん？そっか、藁があれだもんね。毎日藁開けてたらそれは藁いっぱいになっちゃうし、ゴミも藁だらけになっちゃうよね。茨城の人はさ、毎日納豆食べるのかな？そんなに食べないのかな、逆に。もうここまで来たら納豆を誇ってほしい。納豆っていう食べ物を作ったことを誇ってほしい。毎日感謝してるよ、納豆作ってくれた人に。中野から帰り、中野は中野サンプラザにライブ行った時とかにたまに周りを回るんだけど、あの商店街とか、もうちょっとなんか古着屋さんがあるみたいなので行ってみたいなって思ってる。ゆっくりだよね。オリジナルだからちょっとゼロカロリーのラーメンなんですよこれ。もう中身ないかなこれで。ちょっとさすがに汁は飲めないな。オッケー。食べるの？やっぱり食べるよね、そりゃ。素敵。でも茨城県に行ってみたいのはあのバンジージャンプ、あの橋から降り、あの落ちるやつ行ってみたい。一回やってみたい。なんかバンジージャンプすれば世界変わりそうなんだよなって思って。今回の東京遠征でバンザイのライブは今年最後になるかもしれないけど。なんで？一番メジャーな納豆はオカメ納豆とかクベ納豆、これ合ってる？わら納豆は天狗納豆。天狗納豆食べてみたいね。納豆ってさ、冷蔵やろ。だって常温やったらアウトやろ。今一番食べたいものはかき氷。かき氷食べたくなっちゃった。めっちゃ水飲んでるね今日。すごい喉が渇く。やっぱカップラーメンっての塩分がすごい高いんだね。美味しいラーメンは食べてみたい。北海道でラーメン食べられんかったんよね。私が北海道でラーメンを選択しなかったっていうのはあるんですけど、ラーメンかなんか海鮮丼みたいなやつどっちにするって言われて海鮮丼にしちゃったっていう。今一番欲しいのはメイちゃん。なんで？絶対嘘やん。嘘やろそれ。納豆です。今日は私の夜ご飯に、おうるさい、みんなに付き合ってもらうっていう配信。ビシビヨーン。ほら納豆。一応冷蔵で、常温やと腐りやすい。なんでしょう？それは大変だ。なんか茨城一回だけ笠間に遠征行ったことあるんですよ。で、笠間の遠征がすごい楽しくて、しかもめっちゃ顔が盛れてたんですよ。前髪大眉だったけど。なんか美容師さんに、眉毛ぐらいで切ってくださいって言ったら、なんか、おーおーおー、すごいことになってる。どこかでくっついていこうか。ちょっと。なんか眉毛の1センチ、1ミリぐらい、2、3ミリ、2ミリぐらいかな、下で前髪切ってくださいって言ったら、わかりましたって言って切られたのが大眉だったっていう。まあ、別に前髪生えるの早いしいいんですけどって言って、全然いいですよって言ったけど、マジであの時は大眉だった。嘘じゃない、嘘じゃない、本当？
納豆。納豆嫌いな人から見たらこの映像超最悪だよね。いる？納豆嫌いな人。何納豆？納豆はもともと腐ってるか。これ何納豆だっけ？安いやつ。なんか70円ぐらいの納豆。なんかパッケージあるかな。冷蔵庫の中にパッケージがある気がする。ピュッピュッあるかな。味わい小粒おかめ納豆。おかめ納豆です。おかめ納豆だよ。嘘言わんもん。嘘言わない。本当に信じちゃうよ。豆腐を食べます。うんうん、うまい。豆腐はうまい。世界で一番うまい。一番好きな食べ物ではないけど今世界で一番。書いてあるやん。こっちに書いてなくて冷蔵庫にパッケージ置いてあるから、それ見たらおかめ納豆って書いてあった。あんまりメーカーを見て買わないかも納豆は。もうこっちにいるとなんか茨城遠征の時はなんかいい納豆を買って帰ったんだけど、ワンパックそれを食べた。家で美味しかったっていう記憶はめっちゃあるんだけど、でも基本的にね値段で選ぶかもしれない。さあ今日はもうそろそろ皆さん鍋の時期じゃないですか。お鍋で私の鍋の時期といえば鶏野菜味噌っていう松屋の鶏野菜味噌があるんですよ。松屋っていう鶏野菜味噌を出してる